東京オリンピックの延期おめでとうございます。まあ正しい判断じゃなかったって思いますね。わー、はい、仙道です。今イブとヨルシカのスイの曲平行線が1日で150万再生急上昇ランキングの手を出してますね。で、僕がこの曲聴いて思ったことは、耳障りなんだよ。オナニー漫画なんですよ。はい、今日はリサっていう人が作ったグレンゲっていう曲についてなんですけど、このグレンゲっていう曲が今ニュースに取り上げられて話題になってますね。これを聞いて思ったことは、これゴミですね。志村けん、素直に喜べよ。